昨日の公式計量において斉藤選手は契約体重アンダー65キロから 1.9 キロオーバーでクリアすることができませんでした。これを受けクラッシュ実行委員会で斉藤選手側塚本選手側と協議した結果、以下の形にて双方合意の上試合を実施いたします。第1ラウンド、斉藤選手は減点2から試合開始。規定では塚本選手は8オンス、斉藤選手は10オンス着用のグローブハンデとなりますが、塚本選手がこれを拒否したため双方とも8オンスグローブを着用いたします。斉藤選手はファイトマネーから 30% 減額となります。以上の決定をご報告申し上げますとともに、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。クラッシュ138の第3試合スーパーライト級の一戦は今の場内アナウンスの条件のもと行われていきます。まあ、石川さん、これね、斉藤としてもしっかりと懸命な姿を見せたいですね。そうですね、 1.9 キロだとちょっとね、もうほぼほぼ一階級なんで、はい、まあ、なんかね、怪我とかなんか病気とか、病気で体調不良なんかあったのかなって、ね、ちょっと心配しちゃいますけど。そうですね、リングに立ってる以上もしっかりね見ましょう。はい、今ゲイオウィラサクレックが門戸を外しました。斉藤光也です。まあ、石川さん、見どころとしてはこれ2人とも大きい選手ですよね。そうですね、はい、まあ、斉藤選手ね、これまでキャリア負けなしですからね、もうとにかくね長身の武器強さを持ってますからね。いやー、スポーツタレントの田辺梨紗子さん、本当に185センチ斉藤、184センチ塚本、おー、聞いてる聞いてる、パンチか。2人ともこれ上から見てても大きいですよね。そうですよね、私身長148センチなのでもう全然すごい大きいなっていうのと、うん、あと斉藤選手ってやっぱ足が長いので、はい、そこが目に入るんですけど、パンチで KO をする選手なんですよね。パンチの KO もあるんですよね。もうすでにすごいですもんね、これがだから非常に魅力的な選手でもありますよね。確かに塚本選手も前回の試合で連打食らっても倒れない耐久力と、もうそこから前に出ていって TKO 勝ちまで進んでいく、その強いところを見れたので、左さあパンチ当たった、パンチ当たった、効いた効いた、斉藤のパンチの連打、塚本どうだ、いや根性あるいいですね。今まさしくね、田辺さんが話してくれてたような根性をね、今塚本見せましたけど、はい、池田選手今パンチ相当入ってますよね。いや結構入ってますね、しっかりガードして落ち着いた方がいいですね。ひょっとするとこれダメージ残ったままこれまた自分で攻めていってるかもしれない。はい、その可能性はあります。石川さん、立ち上がりどう見てます？お互いね、スピードがいいわけではないんですけど、当て方、当て感がありますよね、斉藤選手。でも塚本選手ね、泥臭い展開になっていったらね、前回の試合もそうでしたけど、とっとげなパターンですからね。まずこの一段目しのぎたいですよね、はい、さあこれはダウンは取られていません。でもダメージ効いてはいると思うんですけど、はい、はい、ここでお互いに慎重にですよね。塚本選手も雑にならないように、荒っぽくならないように、斉藤選手も荒っぽくなると、ね、試合塚本選手持ってかれちゃいますからね、はい、いやー、パンチが当たったかどうだ。これはダウン取られてはいません。さあこれまたこの長い前蹴りで距離取ってくるところもあります。斉藤です。これね、お互いにとってこんな大きい選手当たったことってないでしょうからね、この限りですと。めちゃくちゃ大きいですね。塚本選手、聞いたと思われたんですけど、それからどんどん前に行くようになって、すごい気持ちの強さを感じますね。これが彼の魅力でもあります、はい、蹴り返していく、インローを削っていく、前蹴りは斉藤です。ローキック、コーナー背負った圧力、塚本か、どうだ、いざ、さらにワンツーパンチの連打、ね、パンチ、常に同じところにあるから頭振らないから、斉藤選手としてはパンチが面白いように当てやすいんでしょうね。うん、後楽園ホールもあれ当たってるの倒れないんだなというような雰囲気でちょっとね、どよどよっとね、どよめいていました。また詰めていきます、塚本、細かいパンチは斉藤、そしてローキック連発です、塚本です。さあ前に詰めるか、ワンツーで入ったところ膝返して第1ラウンド終了です。なおこのラウンドに関しては先ほどのアナウンスがあった通り、こちら斉藤に関しては2ラウンド減点からスタートしています。ですからこのラウンド少なくとも斉藤は8ポイントという形になります。そうですね、多くとも、はい、ちなみにこの K1 の K1 クラッシュの採点方式についてお伝えしていきますと、減点方式で行われていきます。
10点スタートから優勢な方が減点をされずに、不利な方が 1ポイントないしはダウンを取れば2ポイント引かれるというような形で採点されていきます。ですからこのラウンドもし塚本の方が不利だったと判断されていると塚本が減点されて9対8というようなジャッジがついていくことになります。さあ石川さん、これ2ラウンドに向けてどうでしょうか。まあ、斉藤選手は、ね、いいテンポであの技がずっとつながるんですよね。あの斉藤選手の技がつながる理由というのは脱力しているからなんですよね。無理に力んでないんですよね。非常に自分のペースでうまくサンドバッグを殴るかのように技がつながっているので、うん、攻め疲れしないですよ、ね、なるほど、ね、さあこのラウンドは10対10の持ち点からのスタートとなっていきます。さあこのラウンドは塚本選手としてはですねしっかり頭を振ってあの攻撃をもらわないように崩していきたいですね、うん、斉藤選手ですね。ローキックインド右のオーバーハンドだ、うん、パンチをもらわないようにどんどん蹴っていきたいですね。塚本選手は池田選手はどう見ていきますか。そうですね、やっぱりパンチもらうシーンがすごい多いので塚本ですね。はい、そうですね、塚本選手石川さんが言ったように頭しっかり振って見切っていった方がいいですね。斉藤はこのままでいいですか。斉藤選手すごいいいと思います、うん、いや田辺さん、しかしこれ本当塚本はもうこれだけ打たれても、はい、ね、すごいですよね。まだ立ってるっていう、すごい当たってますよね。パンチも膝も、うん、これも膝も多いな。膝が本当に、ね、アクセントになるんですよね、膝もらうと効かなくても一瞬息が止まっちゃうので、はい、そうするとまたリズム崩れますから、はい、イラサクレックフェアテックスミノワ、そのでイラサクレックで教わっている膝、あ右ストレートいいぞ塚本、もう一つパンチ塚本です。アッパーは斉藤、プッシングでこれは距離を取ります斉藤です。そうですね、これまでプロキャリア負けなしの斉藤選手なのでこれドロドロした展開で、持っていくとね塚本選手のこういうしぶといところそういうところに持っていくと斉藤選手の弱みが 見れるかもしれないんですけどね。でも斉藤選手いいペースですよ。さあどうだ、残り時間は1分20秒ほどとなっています。この第2ラウンドです。パンチは出していますけれどもクリーンヒットというのは若干減っているようにも見えます。この斉藤のパンチです。塚本選手としてはどうしてもやっぱりねこの軽量をオーバーした選手に負けちゃいけないという気持ちは絶対ありますからね、池田選手何か変化みたいなのも感じますか。そうですね、斉藤選手リーチが長いので腕伸びたところに強いパンチが当てることができるんですけどそのリーチを潰しているので塚本選手があまり強く打てないと思います。打ち合いだ、打ち合いだ、激しい両者パンチ払っていく。さあこのラウンドどうなっていくでしょうか。ちょっと展開変わってきましたね。そうですね、どこにその要因ありそうですか。やっぱり塚本選手の細かいパンチですね。今池田選手が言ったように遠い距離じゃなくて近くの接近戦で斉藤選手のパンチが伸びてくる前に攻撃が出たことによって塚本選手が自分のペースになって初めて、斉藤選手の口が開き始めましたね。さあどうだ、ちょっと両者疲れも出てきてくるか。この第2ラウンド終盤残り時間が10秒少々こういうところですよ。こういうインサイドワークいいですね。塚本選手ああいうふうに上から押さえつけられると息止まりますからスタミナロスになりますからね。さあこのラウンドはちょっとバランスを崩しました。ダウンは取られていません。第2ラウンドがここで終了しています。 K-1 ジム三軒茶屋シルバーウルフの塚本と拓馬、ライグジ代表の姿もあります。まあ、K-1 アマチュアからこのプロのキャリア上がってきたというのが塚本です。ですからこの2連勝する前は6回戦って、まあ、1勝しか挙げられていなかった、まあ、1勝3敗2分けという成績だったんですけれどもその2分けも結構惜しい試合が、ね、あったんですがそんな中でもしっかりとここ2勝連勝を上げているというところです、はい、一方の斉藤はプロ4戦ここまで4連勝そのうち KO3 つとまた素晴らしい戦いを見せてきている斉藤光也です。しかし芸を見るの久しぶりな気がしますね。そうですね、いいですね、まだちゃんとシャープな。そうですね、嬉しいですね。まあ、ずっと日本にいたのかは分かりませんけれども、ね、また日本にも来やすくなったのかもしれません。コロナの状況もいろいろありまして。さあ第3ラウンドです。
いやー、田辺さん、激しい打ち合いにこのラウンドもなりそうですね。そうですね、斉藤選手はなんかもらったら返すっていうのが流行って連打させないっていうところがなんかうまく感じるんですけど、どうですかね。どうですか、そのあたりお二方。そうですね、でも自分の距離、リーチを生かした戦い方に徹底してできているので、その距離に入れるとずっと連打が止まらないんですよね。でそこを2ラウンド目以降ちょっと崩しに来ているのが塚本選手のインサイドワークなんですよね。そのあたりはこのセコンドのアドバイスも含めていい指示が飛んでいるのでしょう。池田選手はどこに注目していきましょう。第3ラウンド、そうですね、塚本選手の前に出るプレッシャーがすごい強いのでこのままやり通してほしいですね。はい、斉藤選手は膝とか入れたら入るのかなと思います。かなり今ボディの膝、はい、当たってるようにも見えるんですけどね、はい、なかなかこう体がボディ効いて折れるような感じが塚本見られません。ボディストレート効いたかどうだ。ちょっと画面になったぞ。塚本選手の展開にペースになってきましたね、はい、膝だ。序盤ではね、斉藤選手の体は後ろ向きになるのもなかったですけどね、だん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 塚本選手のプレッシャーによってですね、距離を縮めることによってそれがプレッシャーになって好きなことができなくなってきた斉藤選手という展開ですね。はい、ホールディングに注意が与えました。さあどうだ、膝、カウンターの膝、天下を放っていきます。あ、ボディちょっとまた嫌がっているようにも見えますね。斉藤はボディをローキック塚本顔面狙って、今度はどこを狙うか。塚本です、ボディストレート右。やはりあのボディはかなりいいようにも見える塚本。ボディストレート、そして膝、組んでの膝はいけません。斉藤選手の勝負強いですね、はい、だいぶあのボディ入れた、スタミナがだいぶね苦しくなってるはずなんですけどね、はい、しっかりやり返せるという気持ちが強いですね、はい。いや、池田選手、これも両者の気持ち大事ですね。そうですね、もうあと50秒なんで気持ちの勝負になってくると思います。さあどうだ、この辺り三日月蹴りだ、塚本あの距離で出していった。さあこのラウンドは斉藤のパンチが顔面捉える瞬間ほとんどありません。もう一つミドル、お、斉藤のパンチだ。さあ大柄対決、180センチを超えるこのツインタワーの対決です。スーパーライト級、塚本選手が蹴りが出始めましたね、あの距離だと最初は斉藤選手の距離だったんですけど、塚本選手がだいぶペース作りましたね、ラスト10秒。さあ残り10秒、倒しきれるか、どうだ、塚本前に出る、前に出る塚本、どうだ、この辺りジャッジがどう見ているか。3分3ラウンド終了です。半分になります。田辺さん、熱い試合になりましたね。そうですね、最初とすごい展開が変わりましたね。ずっとね、これ斉藤のパンチ当たってたんですけどね、最初は、塚本選手がやっぱ体力がすごいですよね。根性というところがね、やっぱり塚本感じられる、そんな試合でもありました。さあ1ラウンド2点減点からスタートしているのは斉藤の方です。ジャッジはどうなるか。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永29対28、青塚本、塚本に1票です。ジャッジ山崎29対27、青塚本。勝ったのは塚本拓磨、しかし今表情はこの表情です。判定3対0をもちまして勝者青が3対0、勝ったのは塚本拓磨。これでプロ4勝目、そして斉藤光也はプロ5戦目にして初めて黒星がつきました。石川さん、まずこの表情っていうのはね、どう捉えますか。やっぱりね、しっかり倒したかったっていうところでしょうね、でも塚本選手のこのね、キャリアの重ね方いいと思いますよ。こういう風に一つずつ勝ち星を丁寧に重ねていって、自分のスタイルを構築していってですね、はい、やっぱパーツがありますから、根性もありますからね、そう倒せる武器を身についたらもっともっと輝いてきますよね。いや、池田選手はこの試合どんな目で見ましたか。そうですね、ファイターとして一番大事なこの気持ちの部分が塚本選手素晴らしいので、今後どんどんこういう戦いで勝っていくんじゃないかなと思います。やっぱり同じファイターとしてもこういう試合見ると勇気つけられる部分あるじゃないですか、はい、リスペクトします、
その、ね、試合序盤からこう終盤にかけてどんどんとこう逆転していくような、自分のペースに持っていけるようなこの気持ちの強さ、これを見せて見事3連勝という形となりました塚本拓磨。さあさらに4連勝5連勝となっていくでしょうか。今日はスーパーライト級タイトルマッチがメインイベントです。